宵崎さんの作ってる曲の話も聞かせてほしいです。私の…いいけど、何が聞きたいの？どんな感じで作曲してるのか、とか。どんな感じ？難しいな。基本的には浮かんできたメロディーを楽譜に書き起こしてることが多いかな。一通りメロディーができたら実際に打ち込んで合う楽器を入れて、あとは調整って流れで作ってるよ。なるほど。もっと具体的に作るコツとかは。ごめんね。多分奏はそういうのを意識して作ってないんだと思う。ごめん。どう説明すればいいのかわからない。そうなんですね。じゃあメロディーってどういうきっかけで思い浮かぶんですか？きっかけは特にないかな。もちろんインスピレーションがないと作れないけど。でも昔の思い出だったり、誰かの言葉だったり、そういうものがあるといい曲ができるかも。私だったらそうだな。例えば、誰かに笑顔になってほしいって思いとか。かなで。誰かに笑顔になってほしい？うん。さっき星野さんも言ってたでしょ。誰かの心に響く歌をって。そんな感じに近いのかな。あ、そっか。それでいいんですよね。なんだか、ちょっとだけ分かった気がします。そっか。でも、ちょっとびっくりしました。宵崎さんが曲を作っているのは知ってましたけど、改めてすごいなというか。あと歌詞もすごくグッときました。詞も宵崎さんが作ってるんですか？あ、詞は私が書いてるよ。え、そうなんですか？朝比奈先輩が歌詞を書いてたんですね。うん、真冬の詩はいいなって思ってたから、作詞は真冬に頼んでる。奏にそう言われると照れるな。でもいい詩が書けるのは奏の曲がいいからだよ。私は奏の曲の世界観に合わせて作ってるだけだから。だからそこまで大したものは書いてないと思う。でもこの歌詞からは朝比奈先輩の思いが伝わってきます。私もそう思います。宵崎さんの曲に合ってるのはもちろんなんですけど、朝比奈先輩の思いも伝わってきます。言葉にするのは難しいんですけれど、でもすごく響く詩だと思います。私の思いか。そっか、そんなこと言われたのは初めてだな。ありがとう。私の思いか。昔オーンとして作ってた時は違った。あの時は届けたい思いも聞いてほしい気持ちもなかった。ただ、自分を見つけたくて、ひたすら自分の感情を吐き出すだけだった。今だって、自分の思いなんてない。
奏の曲を聴いて、それに合う歌詞を作っているだけ。そう思ってた。でも、奏の曲を聴いて笑えた時、自分の思いを詩に残したいって思えた。誰にも聴いてもらえないよりは、誰かに聴いてもらえたらいいって。まだ、はっきりとはわからないけれど、私は、歌詞に何かを込められているのかな。